モード・オブ・ウェールズは、ノルウェー王奉魂7世の王妃。1319年以来、単独の王国として耐えていたノルウェーに、約600年ぶりに復活した王妃である。ノルウェー5名はモード・アブ・ストール・ブリタニア。イギリス王大使、アルバート・エドワードとアレクサンドラ・オブ・デンマークの、罰子として、ロンドンで生まれる。幼い頃から高い知性を見せ、ハリーというあだ名が付けられた。 母アレクサンドラが毎年個国デンマークを訪問するのに同行し、時には母と母の姉妹たちに連れられてノルウェーや地中海のクルーズ旅行をした。1896年6月22日、モードはバッキンガム宮殿のチャペルで重廷にあたるデンマーク王子カールと結婚した。カールは母アレクサンドラの兄であるデンマーク王大使フレゼリクの次男だった。 花嫁の父エドワード王大,大使は、イギリスに滞在する時の住まいにするようにと、サンドリンガムの館をモードに与えた。その館で、1903年7月に、モードとカールの一人息子アレクサンダーが生まれた。カールは、デンマーク海軍士官であったため、1905年までは、一家は主に、デンマークに住んだ。1905年7月、 ノルウェー議会は一世紀にも及んだスウェーデンとの同訓連合を解消し、国民投票の結果、カール王子を新しいノルウェー国王に選出した。カールはこれを受諾し、自らの名をノルウェー風に、ホーコン七世とし、息子、アレクサンダーの名前もオーラブとした。1906年6月、ホーコンとモードはトロンハイムのニーダロス大聖堂で退官した。 モードは王妃になっても、故国イギリスを変わらず愛した。一方で、新しい母国に素早く馴染み、王妃としての責務を果たした。特に子供や動物に関したチャリティーを支援し、音楽家や芸術家への支援も行った。モードは、首都オスローを見渡せる町コングステレンの英国庭園を整備したり、スキーを習った。モードが最後に英国国民の前に姿を見せたのは、 1937年の、老いジョージ6世の退幹式だった。彼女は、ウェストミンスター寺院で義理の姉メアリー・オブ・テックの、隣に座った。1938年11月20日、モードは、心臓手術の3日後に、ロンドンで休止した。遺体は軍艦に乗せられて、ノルウェーへ帰り、アーケシフース城の王立墓地に葬られた。ありがとうございます。